違い物語「一の一」り木大介が来た時は誰もさほど気にしなかった江戸屋敷から人が来るたびに警戒的になる一連の人たちは今度も初めはびっくりとしたようであるしかし20日ばかりすると彼らは祝杯をあげたよほど疑い深いものでさえも 多少は含みのある調子で「まあ余震場そうだったとしてもあの男ならまあ刺して心配はないだろう」こう言ったくらいであった大助を寄宿させたのは山路上門である彼は920石の中老で年寄り役を兼ね昔は無鉄砲な強情者と定評があった先代の殿様は 長門神友義といってこれも随分と我の強い人だったが何か上門に対して心残りなことがあったと見えもはや五輪中という場合に及ぶと山路をへこませることができなかったのは今にしては無念であるこういうことを口外されたそうであるこのことは上門の耳に伝わったらしいそして彼は 進化とししてかなり真面目に反省し自分の成功をため直すことに努めたそこには少なからず苦心があったと思うが現在では穏やかな渋い人格を身につけどちらかといえば我慢強い人の部位に入っているそのためかもしれないが上門は大助については満足していると言った 妻のミネジョもそれに依存はないらしかった。また彼らには二人の娘がいて、姉のチカは十八歳、妹のツルは十七歳になるが、この娘たちもいくらか保留的に同感の意を表した。本当に温厚な落ち着いた方ですわ。娘のチカははにかみながらこう言った。 どんな大事なものでも安心して預けられる方らしいわ妹の鶴ははにかまずにそう言いそれからちょっと支点を斜にしてから付け加えたそしてとってもうまく静かにくしゃみをなさるわ平穏な日々が続いた大助はより愛覚で奉行総務という職に就き 山路家と城戸を毎日ごく税金に往復した藩の人事異動に警戒を怠らない一連の人々は大助と接するにつれて自分たちの安全を確認しほどなく彼を無視するようになったこの一連の人々というのは領内の農耕商業を鑑賞する関係役所のものつまり勘定難度作事 収納、不審など各奉行所の主事支配といった人たちで、要するにその担当する事務所、かなり多額な特別収入があり、その利得を守るために連合協力しているわけである。こんなことはいつの世、どこと限らず、およそ役所があり、役人がいる以上は必ずついて回るし、 そこはどうもやむを得ないものらしいが、そういう実情からして、江戸屋敷から誰か転任してくるものがあると、彼らはまず検査官ではないかと疑い、相当以上やきもきするわけであった。山地家においても日々は平安であった。妻女と姉娘とはかかって大助の世話をし、将来についての 微妙な予想を楽しんでいたなぜかというと姉妹のどちらかがやがて大助と結婚することになっていたからそして妹は早くも棄権し大助が不承知でさえなければ花嫁の席は地下のものであったから夫には落ち着いたおとなしい人に限りますお父様の無鉄砲と強情には泣かされましたからね 本当に山路へ来てから5、6年は、母さんは一日として泣かない日はないくらいでしたよ。ミネジョがそう言うと、チカは涙ぐんでそっとうなずく。彼女はそんな時には、すぐ泣いている母の姿が目に見えるので、それが別の時の母の言葉と矛盾することなどには決して気がつかない。立ちどころに同情の涙が出てくるのであった。 私も紀貴様なら夫として一生をお仕えできると思いますわ。静かな波風のないしっとりと落ち着いた一生。女の幸せってそういうものですわね。もしもこんな時鶴がいるとすればこの妹娘は必ずヤギのような声で「えへへへへへと笑う。 わざと喉へ引っ掛けるような妙な笑い方でそれから姉の口まねを上手にやってみせる女の幸せってそういうものですわねつるさんなんでそんな母親が叱ると今度は母の口まねをする母さんは一日として泣かない日はないくらいでしたよこれも大変うまい。 しめっぽい声といい口調といい母親そっくりであるそしてあきれている母と姉に向かってずけずけと遠慮なく言うのである女の人ってみんなへんてこよ母様も谷川のおば様も幸田の奥様もみんな嫁に来てからどんなにつらかったとか悲しかったとか日も夜も泣きの涙で送ったとかって 世界中の不幸を一人で背負ったような顔をなさるかと思うと今度は旦那様の自慢を始めておよそ自分くらい幸福な妻はないなんてまるっきり反対なことを平気でおっしゃるんですものねあら母さんがいつそんなことを言いました 1> 1いつでもよ例えばこの間鶴はこういう時 まず舌に湿りをくれて正気はつらつとして巧みに声色を使い分けながら極めて能弁に連打を浴びせるのであるこの間倉重の奥様がいらっしゃった時この頃は主人がすっかり年寄りじみてしまって物足りませんわ昔は若くもあったでしょうけれどやっぱり愛情も激しかったんですわねつまらないようなことでもすぐにムきになって それこそ真っ赤になって怒ってガンガンガンって雷を鳴らすんですのそれがもう比べ物のないくらい猛烈で私体中がじーんと痺れるようになるんですけれどそんな後は水でも浴びたようにさっぱりして歌でも歌いたいようなウキウキした楽しい気持ちになったものですわ本当にあの自分のことを思うとこの頃は もうたくさんよ、いい加減になさい。母親は、大概狼狽するだろうし、顔も赤くならざるを得ないだろう。なんという人でしょう。うそんなことを聞いたりして、いて恥ずかしくないんですか恥ずかしいのはお母様でしょ。私、聞いていたんじゃなく聞こえてきたんですもの。お母様、 とっても嬉しそうに話していらしたでございますですわ。右のようなわけからして、鶴の下が活動を始めるときは原則として母も姉も黙ることにしている。父の上門でさえもよほどのことでなければ抗弁はしない。それほど頭がいいというのでもないらしいが、勘が敏速で口の達者なこと。 白を黒と言いくるめる巧みさと、言いくるめるまでの精力的な粘りの強さとは無敵であった。鶴が花嫁候補を棄権してから、範木太助についての世評は次第に低下していった。石の仏とか、薄ぼんやりとか、昼のろうそくとか、いろいろな陰口が広まった。それらはやがて統一されて、 大賢人ということに落ち着いたがこれを聞いた時山路上門は寝酒を飲んだ晩酌は5号と決まっていたしこのところ寝酒などを飲むことは耐えてなかったそれをあえてしたには理由があるに違いないお父様よっぽど嬉うれしいのねこう言って鶴は笑って目をくるくるさせた もちろん皮肉であるが母や姉には通じない彼女たちは善良であるから上門の胸中を刺し鶴の勘の悪さに驚いたくらいでお父様は嬉しがっているのではありません内心は怒っていらっしゃるのですと母親がたしなめた紀木様のことをよくも知らないで世間の人たちがつまらない悪口を言うので 気を悪くしていらっしゃるんですよ。あら、そうかしら。私が聞いたのは、大賢人っていうあだ名でしたわ。それが悪口なんです。本当はその反対の意味で言ってるんですよ。あなたにも似合わない、そのくらいの意地悪がわからないんですか。まあ、そうでしたの鶴はまた目をくるくるさせて、 さもびっくりしたように言う「大剣の反対って言うと待遇ですわね」「お世辞のうまいこと」「私ならそんな風には言いませんわ」「私ならもっとはっきり」だが母親と姉は他の話を始めた大略こんな状態のところへ江戸から範木泰造が到着したのである大助の弟で 年は23歳。藩主からお声がかりの赴任でやはり山路家で面倒を見ることになったまだ大蔵が来る前のことであるがその話を上門から聞いた泰助はちょうど菓子を食べていた時であったがそれを喉へ使えさせてうっと言い地下が急いで茶を取って渡すとその茶でようやく飲み込んで悠然と目を白黒させた そんなことは初めてで、相当に強い精神感動を受けたものらしく、はあ、泰造が参りますか。こう言って深いため息をつき、それから今度は自分で自分に言い聞かせるかのように、口の中でそっと次のようにつぶやいた。嵐が始まる。安穏にやっていけると思ったが、やっぱりそうはいかないのか。 私はいいとして迷惑な人には迷惑なことになるだろうごく低い独り言であった母親と近佳とには聞こえなかったのだろうか別に何とも思った様子はなかったが上門と鶴は何かしら一種の印象を受けたらしい上門は眉の辺りを緊張させ鶴は好奇心のために目をキラキラさせた そして泰造は到着したのであるが、その当日、上門は役所でちょっとしたことがあって、精神的にいくらか興奮していた。大した問題ではない。例の一連の人々が泰助の場合と同じように、今度もまた泰造が検査官として来るのではないかと疑い、上門に向かって探りを入れるようなことを言ったのである。 それがいかにも狡猾で知ったふうな態度だったからこちらはよほどやりきれない気持ちになった「なんという卑しいやつらだ」こう思ったくらいではないがそこは身分や年齢からしてさりげなくあしらっておいたそうして個人的には少なからず不愉快になって帰ってきたわけだったが自宅の門を入って玄関へかかろうとした時 危ない危ない、下がれ。いきなり頭の上から怒鳴られた。のそんなことは未曽有であるし、何しろあまりに突然である。頭の上の方からずぬけた高声で絶叫され、我知らず上門は薪の方へ身を避けた。それと同時に、ガラガラと何か落ちてきて、 ほとんど上門とすれすれのところで何かが砕け飛んだ「金吾だな」上門は瞬間そう思ったというそして刀の塚に手をかけながら上を見た玄関の屋根の上に若侍が一人いて妙なこっちが照れるような腰つきで踊りでも踊るような格好をしながら大変欧風な口ぶりでどなっていた いい年をして不注意じゃないか。侍は常に用心を胸としなければならない。軒下なんぞを歩く時には特に気をつけないといつ屋根から瓦などが落ちてこないとも限らない。またこの屋根が馬鹿げて古い。瓦なんぞみんなずれてるんだからええ畜生。何者だ貴様は。上門は。 片方の足で地面を叩いたなんだそこで何をしているんだ貴様は誰だこのそして振り返って下僕の助けに向かってあの食わせ者を引きずり下ろせと命じた屋上の若侍はびっくりとしたその時分かったのだが彼は玄関脇の方の木の枝にタコをひっかの木の枝にタコを引っ掛けたので それを破らないように取ろうとしていたのであるが眼下の老人の正々堂々たる怒り声とその怒りのために赤くなった顔を見てこれは大変だと思ったらしい。これはこの家の主人に違いない。こう気がついたものだろう。そこで持っていたたこ糸は離さずに危なっかしい腰つきで屋上から敬礼を送り。 これはどうも失礼をいたしました。知らなかったものですから、山路のおじ上ですか。降りてまいれ、無モ者、降りろ。上門は十五、六回も片方の足で地面を叩き、それから玄関へ飛び込んだのであるが、その後のことはよく覚えていない。気がついてみると、着替えをして居間に座って、 妻の持ってきた茶をすすろうとしていた。その茶がひどく熱かったので、うっ、と言った途端、初めて自分がそこにいることに気づき、それと同時に言葉が自然と口をついて出た。太蔵か。太蔵だな。太蔵だろう。はい。太蔵さんでございます。うーん、太蔵か。 上門は唸ってそれから突然何がおかしい何を笑うんだと西条を怒鳴りつけた峰女はあっけに取られ口を開けてポカンと夫を見たどうなすったんですか私笑いなんかいたしませんですよその時えへんという咳が聞こえた見ると廊下にさっきの屋上の若侍が来ていた 手に箱ののようなものを抱えている。背丈は五尺四寸くらいだろうがっちりと肩太りで体重は十六貫ピンというところか濃い眉毛も目尻もわざとのように尻下がりできれいな白い大きな歯を出してニコニコ笑いながら「ご挨拶に参りました入ってもよろしいでしょうか山路のおじうえ」。 こう言い,いひどく無造作に入ってきて、箱をそこへ置いて座り、ミネジョに向かってくすくす笑いながら、とんな失敗をしましてね。タコが木に引っかかったものですから、屋根へ上がって取っていたんですよ。糸が引っからまってなかなか取れやしません。それに、久しく手入れをしないんですね。瓦が緩んじゃって、ちょいとするとずっこけるんです。 そこへおじうえが帰ってこられまして、私はびっくりして、おじうえとはよもや知りゃあしません。とっさの場合ですから、危ないぞって怒鳴ったんですよ。どうもすみません。でもその代わり、おじうえは頭を破らずに済んだんですが、もし私の怒鳴るのがもうちょっと遅かったら、うるさい、黙れ、うるさい。上もんが紺を切らせて叫んだ。 途端に泰蔵はそこへ両手をつき、上門の剪定へ回って初対面の挨拶を始めた。それが間髪を入れぬ素早さで、剣術関係の術語で言うところの、燕返しといったような呼吸であった。右のような次第で、ご上位とは申しながら、兄ともども私までご迷惑をおかけ申すということは、誠にあれでございまして、それにつき、 何か手土産をと思い、多少は観光したわけですが田舎へは浅草のりとかきもちが何よりということでそれだけでは先方も物足らぬであろうと思ったものですから別に河川道の栗まんじゅうを買いましてこれがそれを入れた箱でございますがこうしゃべりながら彼は箱を前へ引き寄せその包み紙とのしを指で示して続けた。 ご覧ください。この通り水引きもかかっております。決して嘘偽りは申しません。それは信用していただきたいと思うのです。そんなことは信ずるも信じないも、そんな土産物などは家のものに渡せばいいではないか。それが一応お目にかけませんと。 うろんに思われるかもしれませんのでと申しますのが実はこの箱の中は空っぽなのでご覧くださいこの通りなんです大蔵は水引きをこき外して蓋を取って中を見せたなるほど中は空っぽである上門はかっとのぼせてきただがもしかすると何かのしゃれか変わった手品でも披露するのかもしれない いきなり怒っていいかどうかわからないので「空っぽは分かったしかしそれがどうしたのだ」そこが言いにくいところなのですが他ならぬ山路のおじ上だから申し上げるのですがそのあなたは浅草のりとか栗まんじゅうとかまたかき餅などそんなつまらないものに未練はお持ちにならないでしょうな。上門は、 黙っってこっちを睨んでいる。太蔵はできるだけ愛嬌よく笑ってみせ空き箱の内部を手でさっとなでながら言った私は実に意外だったのですがこちらへ来る途中ですね宿屋へ泊まるたびにどの宿屋の飯もひどくまずいんですことに飯の名がなってないまるで食えないんですと言ったところで 武士であってみれば、まさかおかずの文句は言えやしません。そこまで私も品格を下げたくはないですから、つまり。つまり、それで、箱の中のものを食べたというわけか。いや、そうおっしゃっては、それでは身も蓋もなくなります。そんな単純な気持ちでは決してありません。私としては、こちらへ持ってきて喜んでいただくつもりで。 代金も自分で払いましたし、思い思いをして持ってきたものなので、そんなあなたのおっしゃるような、うるさい、黙れ、もういい。上門は唇を白くしていた、土産はもらったことにする。礼も言う、過分であった。この通り頭を下げた、これでいいだろう。いやそんな。 礼を言っていただくほどのものもではございませんほんのもう寸志ですからどうぞもう。うるさいわかったからあっちへ行け頭がキンキンしてきたそばから峰女が目まぜをするので泰造は心残りだったが「ではせめてこれだけでもここへ置きますから」と言って空っぽの箱を上門の方へ押しやりおじぎをして去ろうとした。 その背中へ、上もが思い出したように怒鳴った。屋根の上でタコなどあげてはならんぞ。そして両手で耳を塞いだ。泰造がまた何か言うかと思ったのであろう。だがそれを見て、泰造は黙ってもう一度お辞儀をして去った。なんというやつだ。もう安心と見て、 上門は両手を耳から離して妻を見たあんなになれなれしいやつは見たことがないまたあのズうずしさとむやみにしゃべることはどうだこれはとんだものを引き受けたらしいぞ私もびっくりしました峰女は半分形笑いながら言った10時頃に着いたのですが すぐ裏へ行って巻きを割りまして十束ばかり割ったそうですけれどその間に下女のお花を泣かせまして飯炊きの吉蔵の腕を抜きまして隣の村田様の有之助さんと口論をなさいまして裏木戸を壊しまして「まあ待ていや待てその下女を泣かしたとか吉蔵の腕を抜いたというのはどうしたわけだ?」。 お花も泣くほどのことはないのですがあれはご存知のように器量が自慢でございます自分ではこの城下で幾人の中に入ると思っているのを泰造さんが踏んで潰したひょっとこのようだとお言いなすったそうでそれから吉蔵ですけれどあれは左の腕が少し短いんですの自分では右が長いんだと言っておりましたがそれを左が短いんだから 同じ長さにしてやると言いましてそれでつまり肩の付け根のところを抜いてしまったんです「もういいまた頭がキンキンし始めた」「上門はため息をついていった」「水を一杯持ってきてくれ」「その夜のことである」「およそ夜半時分であったろう」「突然どこかで激しい物音が起こり」 人の悲鳴が聞こえたので、上門はガバと跳ね起き、脇差しを取り、安んの覆いを跳ねて、何事だ、何だ、と叫んだ。その時もすぐ、金吾という名が頭に浮かんだのであるが、襖を開けて隣の部屋から妻が顔を出した。あの物音は何だ私にもわかりませんけれど、 太蔵さんのお部屋のようでございますよ何泰造上門は廊下へ出て脇差しを右手に持ち替えてそっちへ行ってみた泰造の部屋は玄関に近く家父の相模中野進と隣り合っている近づいて行くとそこでは誰かわからないが今盛大に組打ちをやっていた誰だ 何者だ。上門はこう叫んだ。くせモノです。大蔵の声である。続けて中野心の苦しそうな声も聞こえた。くせモノです。この、あどうだ、うん、うぬ。ドタンバタン、バリバリと、襖や障子が壊され、くんずほぐれつ格闘している。上門は、 片方の足で廊下を叩きながら絶叫した明かりをもて、くせもだ、明かりをもて、くせもだ、油断するな格闘者は廊下へ転げ出てきた一の五。上大画廊の三信文在門は温厚な徳人である資料綿密、軌道を色に表さず かつて人を叱ったことなく、声を上げて笑わず、沈着寛容、常に春風台頭といった人格であった。今もニコニコしている。肥えているというほどではないが、体も顔もふくふくしい。半ば白くなった眉毛が目の上へかぶさるほど熱く生えている。その眉毛の下の目が、いかにも柔和に微笑して、 体の深刻な気持ちを和らげているる。ように見える私も少しは粗骨でございます。兄がご存知かもしれませんが、兄があの通り落ち着いておりますから、私まで大前自弱というわけには参りません。そこが世の中の難しいところだと思うのですが、それにしても、いくら私だって、 まさかわけもなく祖骨をするということではないので、そうです。例えば先日の夜中のことなんですが、体操は座り直した。不思議なことにその様子が鶴に似ている。さあ来いとばかり舌に湿りをくれる感じで、世紀はつらつたるところまでそっくりに見える。私は川屋へ参るつもりで、起きてヤグから出まして、 障子を開けたところがいきなりおでこを何かにぶっつけました。よく目から火が出るということを申しますが、ご冗談はそんな覚えがおありですか。そう。まあ、ないようだが。本当に火が出るんです。バシッといった具合にですね。ひどいもんです。びっくりしまして、これは方向が違ったと気がついたもんですから。 今度はこっちへ見当をつけてあけてました。すると何かしらぐにゃっとしたものを踏んづけたんですがそいつがもうまるで真っ暗がりの中で物も言わずに飛びかかってきたんですいきなりですからねこっちはござんなれと思いましたさあ来いというわけです何しろこれから世話になる山路家のためですからブーンつたなく死ねば死ねと覚悟を決めて 無に無三に引っ組んで敵も去るものでしたから相当に骨が折れましたけれどもそこへ人がやってきたりした時はついに相手は気絶していたんですがそれがまさか家父の相模さんとは私としては実に案外でもありペテンにかかったような心持ちでこれはご城代にも分かっていただけると思うのですがどうでしょうか。うん、まあ。 そこはわすとしても一口には批評はできないと思うがそうでしょうか体造は不平らしい私は繰り返して申し上げますが川屋へ行きたかったんですその他にはこれっぽっちも邪心はなかったのでそれは相模さんも気の毒は気の毒ですけれども結果ばかり取り上げて私だけが粗骨だというのでは 片手落ちだと思うんです。それだけ私は「はああ何かおっしゃいましたか?」。ええそれについては後で言うとしてまずそこもとを呼んだ要件なのだがええつまりこの度江戸からこちらへ来たお声がかりで来たわけなのだがそのお声がかりというところに何か特別な意味があるかどうか。 という点で上代として聞いておきたいと思うのだが大造は素早く辺りを見たそこは上代家老の詰め所であって常なら取次や書記や走りという侍などが6人いる決まりだが光信上代の計らいでその時はみんな席にいなかったお尋ねですから申し上げますが 誰かに聞こえるようなことはないでしょうかそれはまあその懸念はまあ無用であるでは申し上げますが大蔵は上半身を乗り出し低い声で耳打ちをするように言って原因はいくつかあるのです表向きは厄介払いということになっていますが実際また 私がいなくなって江戸では随分ほっとした人間もいることでしょうが殿もそんなふうなことをおっしゃっていましたけれども無論そんな些細なことじゃないので最も重大なのはですね失礼します泰造はよほど安心できないと見えすり寄って城代家郎の耳へ口を寄せてややしばらく何かこそこそささやいていた。 これれは奇異なな方法だったかもしれない。そうでなかったかもしれないがともかくこの時太鼓張りの障子の影というのは家老の席の三房を囲ってあるのだがその影に少年が一人眠ったふりをしてこの会話を聞いていたからである「うんふんふん」上代はこううなずいた。 大体そういうわけなのです。太蔵は密談を終わってちょっと笑った。殿としては立場もあり、あれだけ頭の良い方ですから、事を荒立てずに収めたいと思われたわけでしょう。私としてもよろしいというわけです。厄介払い、笑うなら笑えという気持ちです。そう、うん。まあそこは。 あれだからともかくもまあ、やるがいいだろう。三信城代は、心慮遠望といったふうに、しかし温厚に微笑して、ではこれでと、陰見の終わったことを手振りで示した。廊下を下がってきた泰造は、どこで曲がり角を間違えたものか、いくら行っても友達へ出ない。彼はまだ無役なので、 三の口というところから上がったのだが、だいたい目印を頭に入れておいたのがうやむやになってしまい、同じ廊下を何度も通ったのだろう。なんだあいつは、またあんなところを歩いてるぞ。などというのが聞こえた。そのくらいならいいが、ある部屋にいた人間は、ゲラゲラ笑いをして、こっちを指さして、おい、見ろ見ろ。 あそこに大きな迷子がいるぞ。誰か親を探してきてやらないか。大きな声でこう言った。泰造はこの時はムカムカっと来て、べらぼうめ、何を抜かすと怒鳴り返した。こんなちっぽけな田舎の小次郎がなんだ。江戸へ行ってみやがれ。上屋敷の御殿の廊下なんぞ、延長一里十二丁二十一軒もあるんだ。 角角に立ちがいて道を教えるくらいなんだぞ。こんな鼻の使えるような城の中で頼まれたって迷子になれるかってんだ。ざまあ見やがれ。ポンポンと巻き舌でやっつけた。そしてあっけに取られているのを尻目にずんずん大股に歩いていったが、それからどうしたかともをしてきた若党の野兵は日の暮れるまで友ちであくびをしていた。 範木大助と泰造の兄弟についてこの辺でその身分関係の要点を記しておこう。彼らの父はきといって江戸家老を12年も勤続した。機嫌のいい時は中ぐらい腹を立てているような顔つきで怒っている時は機嫌のいいような顔になった。ということである。 母の名は袖。同伴の佐々木氏の出で妻としても母としてもごく当たり前なということは女性としては有料の部に属するだろうが容姿も気質も中ぐらいな人であった人は見かけだけでは判断はできない樹は12年も江戸家老を勤続して比較的には金言実直な人物であると信じられていた。 にもかかわらず十二年目の夏のことであるがどう魔が差したものかお手元金を二千両も使い込み殿様のお気に入りの若い侍女を殴打しそのついでというわけでもないだろうが殿様にも悪態をついてそうして自分は腹を切って死んでしまった殴打された若い侍女は大層泣き悲しんで 自分を悲喜にしてくれた殿様に対して何か無別的なことを言って暇を取って出て行ったそうで殿様の立場としては二千両も使い込まれた上のことでもあり相当な損害などという程度ではなかった乗り気は食糧千二百石であったかかる不始末をしたからには当然その加盟は潰れ 妻子にも咎めがああるるはずである一般はそう思っていたが殿様はそうはしなかった食緑を戦国削り妻と2人の子は沼田藤兵衛という老職にお預けこういう処置を取られたのであるこれについての解釈は種々あったが代表的な説によると殿様に何か引け目があって 五木の所業はすべて忠義のためだったと言われるそれは三子を沼田老職に預ける時殿様から内密によくよく目をかけて使わせというお言葉があり残った食録とは別に年々かなり多額な養育料がお手元から出たということであるこの時殿様は長門上友之現在の殿様は その子の長門守智信という人であるが、範木の遺族については何か言い含められていたと見え、泰助と泰蔵は早くから故障に挙げられ、随分なお気に入りだと伝えられている。こういうところから、範木五木の切腹を中止だとする説が出たらしい。だが真相のほどは現在のところまで不明というほかはない。 ちなみに、兄弟の母、デゾは、3年前の冬、沼田老職の家で安らかに病死した。右のような略歴であって、はじめに兄、次に弟と、二人が江戸から派遣されてきたとあってみれば、国元の人々がそこに何らかの使命を憶測するのは人情と言うべきであろう。すなわち、前章で述べたごとく。 大蔵が城代画廊に呼ばれ、城中で密議を交わした日の夜。ほぼ同じ時刻に二箇所で、密かに仁王の密会が催された。その一は、金吾六平太の家であって、集まる者は六人。南土奉行金吾六平太のほかに、勘定奉行所主務、河北隆也、作事奉行所支配、井上閣兵衛、 不信奉行総務、沢野一三郎。収納型元締め、下島義兵。氷奉行幹事、金沢幹事。という顔ぶれであって、例の一連の人々の幹部らしい。内容は密会であるが、形式は金五家の心祝いというわけで、座にはきらびやかに屏風を巡らし、高校と職を連ね さすが特別収入のある連盟だけに美酒加工の配膳にも抜かりはなかった実にどうも食わせ者というぐらいでは足りないような人間と申すべきか実にどうも何とも大それた挙動である六平太はデメキンとあだ名のついた目をグリグリさせて全部の上の焼き台をねめつけ その目で連盟員の顔を順々に眺め合った「現に人払いをしていながら肝心の点に及ぶと上代の耳へ口を持っていって死後したという」「では一体人払いは何のためであるか実にその狡猾さというものはいや狡猾なのはむしろその後の振る舞い」と井上角兵衛が卵焼きを飲み込んでいった。 愚かで迷ったふりを取り繕い、うろうろいたし、わざと暴言を吐き、そして御台所へ紛れ入って料理人と悪ふざけ、その時魚を裂いてみせたそうですな。私は聞いただけですけれども、これなどはいかに彼が腹黒い人間であるかという一例だと思うのですがな。そこで対策なんであるが、六平太は、 また焼き台をねめつけその目を列席の人々へ向けながら議題を進めた相手がそこまで心慮遠望で来るとすればこちらも単に買収などという手で安心はしておられない無論買収の網もかけるが喧嘩を仕掛ける手主食の餌なども案外な効果を上げるかもしれぬと思うこれは主食について 彼がいかなる思考を持っておるか、という点をまず司祭に調べなければならぬが。彼は近くお役に就くそうですから、その方面で失脚させる方も考慮すべきでしょう。兄の石仏を利用する手もあり得るですな。彼らとしては身の安泰を守るためだろうが、その防御は真剣な様相を呈してきた。 自分たちがどちらかといえば不正な利得をしている関係から普段内心では束縛気がとがめないとは言えない。精神組織が多少とも正常であるなら幾分かは良心のささやきも効くはずである。が一旦そこに摘発される危険が生じた場合その心理は猛然として自己主張に変貌する。 かかる些細なことを取り上げるとは何事であるか。世間にはもっと大々的な憎むべき悪事が多々あるではないか。にもかかわらず、我らごとき小事件を追求するとは卑劣である。かかる不正は断じて排斥しなければならない。こういう理屈になるらしい。しかもそこに何ほどかの罪の意識があるだけ。 彼らのの犯罪は警戒を要するるであるところで話の途中であるがその時一人の新しい人物が入ってきたまだ若い貧相な男で右の高方に長さ二寸ばかりの古い傷跡があるそのためにうっかりした者が見るとドスの効いた顔に見えるがそして彼自身も 詳しくは言えないがね。相手は五六人だったが、ちょいとした決闘をやってね。向こうを切ってはいけないと思ったもんだからね。なあに、話すほどのことじゃないのさ。こんなふうに言っているが、実際のところは、洗濯帳という下品な娼婦街で、馴染みの娼婦のためにカミソリで切られたということであって、その塔の娼婦から、 直接に聞いたものがあるのだから、この方が事実らしい。彼の名は、本田孫九郎という。野村の吉太郎が、乗り気を訪ねて行きました。彼は、誰かを嘲笑うような表情で、こう言って、高砲の傷跡をピクピクと動かした。彼らは、乗りき泰造に会見を申し込んだのです。野村は、その死者です。 泰蔵は昼げを食べているもう時刻が過ぎたので食べているのは彼一人休時には妹娘の鶴が座っていたもう少しゆっくり召し上がれなそれでは喉へ疲れてしまいますわそんな声を出さないでください泰蔵は箸を持った手で鶴を静止し その箸で醤油継ぎをひっくり返したので、慌ててそれを起こした途端に汁椀を弾き飛ばした。ゆっくり食べたいんだが、そうしてはいられないんですよ。私は急ぐ必要はないんですがね。飯をください。茶がありますか何しろ大将がやきもきしている。茶をください。茶漬けでかっこみましょう。大将は気が短いですからね。 あなただってそう思うでしょう。お茶をどこへおかけなさるのみんなお膳へこぼれてしまいますわ。あらあら、お袴が濡れて大変ですわ。袴なんぞかまっちゃいられないんです。今何時ぐらいですかね。ああ、いけない。彼は箸を放り出して海中を探り、青くなって飯茶碗も置いて、 飯茶碗は畳の上へ転げ落ちたが、彼は両手で自分の着衣をあちこち忙しく掻き探し、やがて内懐からくしゃくしゃになった風潮を見つけ出し、ほっとしてニコニコと目尻を下げて笑いながら、ああ、よかった、ありましたよ、なくしたなんてことになると、大将、転換を起こしかねませんからね。 どうしてあんなに怒りっぽく育ったものか、よっぽど親が甘かったんですね、きっと。いや、飯はこっちにあります。食べかけのを今ここへ置いて。これがそうですの。お膳から落ちたので拾って付け替えたんですわ。そいつは素足っこいですな。へえ、そいつは気がつかなかった。ああ、おじうえ。廊下の障子が開いて、 山上門が恐ろしい顔を覗かせた。勘が高ぶっているのを懸命に抑えているらしい。恐ろしい顔のままにこやかに笑って、はは食事か。と言った。泰蔵も愛想よく笑い返し、茶碗と箸を上門に見せながら、ええ、食事です。と答えた。 空腹なものですから失礼していますほほう,ほうそうかうん空腹かええ不思議なくらい空腹なんです3年ばかり前に一度こんなことがありましたあれは確か殿様のお供をして葛飾の方へ鴨を取りに行った時でしたが途中から雨になってそれはいいが用事はどうした 上門はそろそろ我慢が切れてきたらしい空腹であろうとなかろうと用事を頼まれたら先にその報告をしなければならないお前は10時に家を出て行った光信までは往復178丁もう2時間以上もたっているではないかがまあいい返事を聞こう返事って言いますと 何の返事ですか。上門は目をつぶって口の中で何か呪文のようなものをつぶやいたそれからごく慎重に目を開いて穏やかにこう質問した「俺はお前に光信へ使いを頼んだ手紙を持たせて返事を聞いてくるようにと頼んだそうではないか?」「そうですともその通りです」 ううで俺はその返事を聞きたいのだああそうですかその返事ですかそれなら食事が終わったらすぐ行ってきます手紙はここにちゃんと持っていますから安心してください決してなくしたりなんかしやしませんちょっとばかりしわくちゃにはなりましたけれどこれで私もそこまでズボラではないんですからええすぐ行ってきます すぐ行ってくる。上門の両方の目の瞳が右は右へ左は左へと帰り運動を起こした。というとつまりそのお前は2時間以上も経つのにまだそのう,ういや待ってくださいお待ちください。蔵は片手を挙げたたそのために箸が飛び 皿の焼き魚が、と言っても、ほとんど骨だけになっていたが、禅の上へ跳ね返った。それについて申し上げなければならないんですが、私はここを10時に出ました。それはもうおっしゃる通りなので、私は三信部さんへ向かって行きました。それは天地神明に誓ってもいいです。頼まれた以上は責任がありますから、いくら私だって、 それほどズボラじゃありません。三信さんの家は二条町で、ここから北にあたるわけでしょう。多少は東に寄ってるかも。要点を言え、要点を。俺は方角などを聞いてはおらん。そうですとも、私も方角などはどっちでもいいんです。そこで三信さんの方へ向かって行ったんですが、あの原っぱですね。 蔵の向こうにある草っぱらですがあそこへ差し掛かったのが私の運の悪いところだと思うんですが実を申し上げるんですけれども私は武士として引くに引かれぬ立場にぶつかったんです私が武士でなければよかったんですが武士である以上はおそらくあなたでも見逃して通るわけにはいかなかったと思うんですが もう一度言うがないいか余計なことは抜きにして要点だけ言え要点だ分かったかはあわかりました要点ですね要点大造は脇へ向いて眉をしかめながらつぶやいたバカバカしい人生が要点だけで成り立つと思っているのかしら何なにななに 今何と言ったあなたが武士なら分かってくださると思うんです大蔵は見事に切って返した手紙の内容は知りませんがともかく手紙は手紙ですからなまさか命に関わるという切羽詰まった問題ではないでしょうところがこっちはそうはいかないんですその場で何とかしなければ当人の立つせがないんですから それは実に見るに見かねた有様なんで、あなたがもしご覧になったとしても。いえ、いえ、いえ。上門は右手で原骨をこしらえ、その原骨で自分の眉間を抑えながら叫んだ。何がどうしたんだ。その腹っぱで何があったんだ。こういうことは冷静に聞いていただかないと話しにくいんですが、 弱ったなあ。あなたがそんなに興奮していらっしゃるとすると、家え話します。別に仰天するほどのことじゃないんですから、それで問題のはっぱなんですが、私が通りかかるとですね、子供が大勢でタコをあげていたんです。ええ、タコです。彼は素早い横目で上門の顔色を見る。あのイカのぼりというやつですね。 あれを大勢であげている。見るともなく見るとです。無論私は歩きながらですが、二十人ばかりいたでしょうか。中には十五、六以上になる大きな子供もいましたが、またその中には大人の侍が二人ばかり。自分のか、せがれのか、それとも弟のか、そこはわかりませんけれども、これが子供と一緒になって、 をあなたにも想像できると思いますがみっともいい図じゃありませんバカな真似をするやつがあるもんだどんな育ち方をしたものか監督者の顔が見てやりたいこんなふうに思いながらですねふと脇を見るとそこにそうですね年にして6つか7つ まあ、八つにはなっていないでしょう。可愛い,い子供が泣いているんです。俺はもう一度言うが、俺は。家え、わかってます。つまり要点ですからね。私だってそのくらいのことは忘れやしません。それで要点なんですが、私としても侍であって、当場の藩主ともなれば下手なことはできない。 うっかりすれば、殿様の女にも関わるわけですから、そこで私は聞いたんです。何を聞いたんだ誰に何をその子供にです。その泣いている子供にですよ。どうして泣いているのか、誰にいじめられたのか、殴られでもしたのか、悪い奴はまだここにいるか、こんな具合にですね。 相手は何しろまだがんぜない子供ですからなかなか返事をシェアしませんじれったいけれどもこっちも乗りかかった船ですからそこは根気よくやりましたそのうちに子供の方でもいくらか落ち着いたんでしょう実はこれこれと話し出したんですがいやどうも殴られたのでもなければ誰にいじめられたんでもない あなたもそれは意外だとお思いになるでしょうが、誰のせいでもないんです。突き詰めたところ、そこは子供だと思ったんですが、実にバカな話なんですが、つまりタコが上がらないっていうわけです。タコ、タコ、タコがどうしたと。上がらないんです。みんなのタコは上がっているのに、彼のタコだけは上がらない。見ると、 嘘も隠しもない、そこの地面にのたばってる、ちっぽけなやっこだこでしたが、またのたばってるというのは仙台の方言で寝転んでるっていう意味なんですが、それを覚えたについて、仙台藩の人間と知揮になったことから話さなければならないので、もしあなたがお聞きになりたければですが、いや、それは別の機会にします。今はとりあえず要点だけにしますけれども。 それでですね、ちっちゃなやっこだこがそこの地面の上にのたばったわけです。お前がそれをあげたんだろう。上門はついにわめき出した。そのへたばったタコそのちっぽけなやっこだこ、その子供の代わりにあげたんだろう。あなたは見ていたようなことを言いますが、うるさい黙れうるさい 上門はここでまたこ骨で眉間を押さえ、右の足で廊下を叩きながら叫んだ。何が引くに引かれるんだ武士の面目とタコとどんな関係がある殿まで引き合いに出す必要がどこにあるんだ俺はお前に光つのへ使いを頼んだ。俺は返事を待っていた。ところが貴様は途中で引っかかって、 まるでアホのようにタタタタココ、コ、コ。をあげていたタコタコタコ。しかし待ってください。大蔵は少しずつ脇の方へ退却しながら私はふと使いのことに気がついたんです。これはいけない頼まれたことがあるこうしている場合ではないとしかし気がついてみるとひどく腹が減っている。 非常な空腹なんで、まさかあなたがそんなに無気に起ころうとは思いませんから、ちょいと昼飯を。俺は上訴する。江戸の殿へ、俺は。行ってまいります。すぐです。太蔵は横っ飛びに後ろの襖を開けた。ほんのちょっとの間です。どうかしばらく。そして脇玄関の方へ飛び出し。 どこかのの障子でも蹴倒したしだろうバリバリガターンという物音をさせさらにガタピシドタバタにぎやかな音響を展開しながらついに外へと出ていったその時山路から三信上代へやった手紙は重要な意味を持っていたすなわちこの両者は 早くから家中の後期粛清を考え、支配し堕落した政治の立て直しを計画していた。最も良人にすればそれほど無期になりたくはない。政治というものはそれ自身が横暴と不正と悪徳を伴うものであって、どんなに成功無視の人間がやってもいつかは必ず汚くしてしまう。 むしろそういうものなしには政治はありえない。もう一つ推し進めるとそれが自然でさえあるかもしれない。という感じであってみれば粛清や改革はやってもやらなくても同じことでなるべくなら指ん官をしていたいのである。ところがそうしていられなくなった。実にこの世はうるさい仕組みになっているものだが。 時とところに関係なく、大義名分とか、公明正大とかいうものを信仰的に固執して、自分以外のあらゆる人間を不正不義、悪感、堕落感であると罵倒し、憎悪する人種があるものだ。これは一種の病気であって、両方はごく簡単。すなわち彼に欲するだけの権力と富と名声を与えれば、 即座に治癒する昨日まで赤くなって口外していたものがケロリと治ってごく穏当な人間になる。疑わしい向きは試みにやってみることをおすすめするがしかし権力や富や名声などというものは贈答品ではないからおいそれとやったり取ったりできるものではない。 ことに正直見別などという銘柄は決して流行しないものと古今東西を通じて元と相場が決まっているのである右用の利用でこの藩にもそういう侍がいたそれほど過激ではなかったらしいが藩士によるとその中心人物は野村吉太郎だと明記してある 野村は藩の住職格で、元お南戸奉行920国の身分であった。それが10年ほど前に役目のことで建築され、食禄半減、この物語の当時は無役であった。この男を中心にして、主として若侍が20人ばかり、例の一連の集団に対して断崖的な言動に出ていたが、 乗兄弟の到着を機にそれが積極的行動にまで発展する模様になってきたここに及んで光信兄弟と山路上門とが動き出したのであるがどちらも荒領治はやりたくない一連の集団なるものは代々その曲に当たった人間が皆そうであった正面から摘発して 現集団に腹を据えられると、時効などという弁法のない時代のことだから、訴求的にどこまで拡大していくかわからない。それでは困るので、これが対策には慎重な考慮が払われなければならなかった。しからば両老職はいかなる策を立てたかというに、まず大蔵を使者として、 密書がましいもののやりとりから始めたのである。実に年の老けた人間というものは狡猾だと思うが、その効果は意外に早く、意外な形で現れたのである。太蔵は、上門の手紙を持って三信へ行き、三信のの返書を上門に持って帰った。期待なことをする老いぼれどもだ。 どういう魂胆でこんな人を小馬鹿にしたようなことをやるのかしら。二日起き、一日おき、二日おきといった具合に山路と三信を往復するので、大蔵は気持ちがくたびれてきて、歩きながらよく一人で不平を言った。これじゃあまるで飛脚に雇われてきたようなもんだ。今に道筋の奴らが、 かり俺のことを覚えちまって、ちょいとあたしのも頼みますなんか言い出したらどうするつもりだろう。ははあ、また使い走りか。いきなりこういったものがあった。例の原っぱのところであったが、不平の独り言を言いながら歩いていたので、泰造は不意を食らって、やあ、と快活にお辞儀をして振り返って、それからむっとした。 すぐうしろに3人の若侍がいた。まんなかのひとりは、たかほうに傷あとのあるあのほんだまごくろうであった。いまへんなことをいったのはおまえさんたちか。大イは3人をながめ、そのめをにやにやわらっているまごくろうのうえにとめた。きこえたかねまごくろうがこたえた。きこえたとするとわるかったが。 3人でね今気候のことについて話していたんだよ聞かせるつもりじゃなかったんだがねああそうかい俺はまた俺をからかったのかと思ったよ泰造はしげしげと相手の顔を眺めペットは木へ唾をして人相の悪いやつらだろくなシャツらしてい,いやしねどうせ末は孫か籠かきだろう おい、待て、聞き捨てならんぞ。孫九郎が、ドスの効いた顔で、凄んだ声を上げて怒鳴った。歩き出した太蔵は立ち止まって、ケロッとした顔で振り返った。なんだい何か用かい今何と言った今の言葉をもう一度言ってみろ。聞こえたかいそいつは悪かったな。 はにこっと笑った聞かせるつもりじゃなかったんだよ感想を独り言で言っただけなんだそうかい聞こえたかい人を長老するなあんな高声の独り言があるか聞こえるのを承知の上の暴言ではないかするとお互いさまだなお前たちの暴言も俺に聞こえたつまり 聞かせるつもりの悪口がお互いに聞こえたわけで、双方目的を達して満足というわけだ。そうじゃないか。黙れ。悪口にも程度がある。孫九郎は本気に怒ったらしい。我々の人相をうんぬんし、甘つさえ末は孫か籠かきとは、武士として聞き捨てならん言葉だぞ。俺の方もそうなんだ。 俺も使い走りなどと言われたのは初めてでね。お前たちの十倍くらい聞き捨てがならないんだよ。それならなぜ初めにそれを言わんか。言えないんだ。言えば喧嘩だからね。俺は殿様に喧嘩を売ってはいかんと禁止されているんだ。あ、売ってはいかん。だからこっちから仕掛けるようなことはできないんだ。 すると喧嘩を買って出るというのか馬鹿な奴らだ大蔵は唇をへし曲げてこうつぶやいた喧嘩をするのにいちいち念を押してやがるこれだから田舎者は嫌だってんだチェそこに腹っぱがあるじゃねえか見えねえのかなその一言気に入った 真心の右側にいた男が大きな声でこうわめいて、そして続けてわめいた。モンはやめて勝負をしよう。来い。そう来なくっちゃいけねえ。男はあっさりするもんだ。太蔵はニコニコと目尻を下げて笑った。だが俺はちょいと使いを済ましてくる。なに、人っしりだ。 あっという間に帰ってくるから卑怯者この後に及んで逃げる気か。そいつだけは心配するな。俺に限ってそんなもったいないことはしないから。それだけは大丈夫だから待っててくれ。そこの腹っぱだぞ、すぐ戻ってくるからな。そして泰造は、三信家の方へと喜びいさんで走っていった。 その夜の夕下の時上門はしきりと泰蔵の方へ目をやった泰蔵はいつもの席よりずっと下座へ寄って前を置き何やら当家を避けるような姿勢で嫌にこそこそと食べているどうもおかしい脇見もしないし話もしない 茶碗の中へ顔を伏せるようにして肘を横へ張って全体が何か隠し立てをしているような具合である「大造お前どうかしたのか?」あまり腑に落ちないので上門はとうとうたまりかねてそう聞いた「私ですか?」いいえ別に「こっちを向いてみろ」「お前何か隠しているだろう」 私がですか彼はこっちを向かない。私は何もしません。隠すことなんかありません。本当です。嘘なんかつきません。私は殿様に。殿にどうした殿にどうしたと言うんだ殿様にいかんと言われたんです。こっちから決して喧嘩を売ってはいかん。これは固く禁ずるぞと言われたんです。 それでそれでどうしたんだですからつまり私は喧嘩なんぞ売りやしません。殿様のおっしゃることは重いですからね私は決して「お前額にこぶを出してるな?」。上門は目を光らせてこっちを覗くように見た。泰造は顔を背け忙しく飯をかき込みながら言った。 ええ、これはあれは、あです。ちょいと転びまして木の根があったもんですから突拍子もないようなところに大きな根っこがありましてあれは何でしょうか道路関係のことは不審奉行の係でしょうかそれとも作事型の「お前喧嘩をしたんだろう私がですか?」。蔵は、 心外なことを聞くものだという目つきをした。私が喧嘩をしたとおっしゃるんですかこの私が。どうして笑うんです、鶴さん。給仕をしていた鶴が、もう我慢できないというように吹き出した。よほど忍耐していたものだろう。止めようとしても止まらないらしく、袖で口を押さえながら立ち、笑いながら廊下へ逃げ出していった。 するとそれと入れ違いに玄関版の侍がやってきて「紀木さんの泰造さんにお客です」と言った「私に客ああそう」えたり賢しと彼は立った「上門の追求を逃れる絶好の機会である」立った時膝で前をこずいたので皿小鉢がけたたましく踊り 何か二つ三つ転げ落ちたがそんなことにかまっている暇はない誰にともなくお辞儀をして廊下から玄関へ飛び出してゆくとそこに薄暗いのでよく分からなかったがそこに四五人の若侍が立っていた「私がのり木泰蔵です何かご用ですか」「何か用かってバカにするな」 最前列にいた男が怒鳴った。聞き覚えのある声なので、泰造は式台へ降りて、何を怒ってるんです何か私が。こう言って相手を覗いて、いやあ、これは、これはどうも。高方に傷跡のある顔を見て、泰造は愛想よく笑って、それからあっと声を上げた。いやあ、失礼。あんたたちか。 黙れ卑怯者。約束をどうした偉そうに体言を吐いて、我々はドアの腹で待っていたんだぞ。ししそんな声を出さないでくれ。泰造は手で相手を抑え、声を潜めて、まことにすまない、謝る。実は大きな声では言えないんだがあれから使いに行った先で喧嘩になってね。 向こうの家へ入ろうとしていた時なんだが、詳しいことは省くがいやに向こう張りの強いやろうでやるかよしっていうわけさ5人いたっけが一人ちょいと強かったこの通りこぶをこされちゃったんだが気持ちのいいやつらであとはさっぱり手を握り合ってねそういうわけではらっぱの方はつい忘れちまったといっては悪いが。 そうするとつまり、みんな腹っぱで待っていたのかい逃げ工場はたくさんだ。表へ出ろ。そうだ、表へ出ろ。後ろにいた仲間が口々に叫んだ。果たし合いの約束を破るとは卑怯な奴だ。それでも武士か。恥を知れ。そんな高い声で、そんな。大蔵は、 両手で彼らを制止しようとしたがすでにその時上門がそこへ出てきていたなんだ想像し何事だ決闘です本多孫九郎が公然と叫んだ武士と武士との決闘です失礼ですがご老職は口を出さないでください3の1 玄関から戻ってきた上門の顔にはちょっと複雑な表情が現れていたそれは憎むべき犯人に判決を与えてこれを刑務所へ引き渡した時の裁判官の責任を果たした自信といくらかの人間的反省とが混合した表情に似たものであった「どうなさいましたの泰造さんは」「妻女が待ちかねたように質問した」 上門は黙って自分の禅の前に座った大介はちょうど食事を終わって悠然と地下に茶を継いでもらっていた「決闘しに行ったよ」上門は飯の残った茶碗を取り上げながら「相手は56人いたようだがいや78人かもっといたかもわからない」ひどく月光して。 卑怯者とか恥を知れとかわめいておったが、大造は偶の根も出しおらん。平謝誤りに謝って。それをお父様は黙って見ていらしたんですか鶴がそう言って、非難するように父を睨んだ。どうして乙女にならなかったんですのお父様。 上門は晴れやかに答えた「ご老職は黙っていてくださいとなどうもしようがない武士と武士との決闘であってみればこれはもうわしなどの口出しをすべき場合ではないしそれに考えてみるにこれは体造には一種の薬であるかもしれん」ここんななとでもなければ、 あの軽率とおしゃべりと疎骨は治らぬかもしれんのでな。いや、男子は何事も修行。観南神宮を経験しなければお役に立つ人間はできぬものだて。お父様は卑怯です。鶴は目に涙を浮かべながら言った。ご自分が大蔵様に腹を立てていらっしゃるものだから、 大相様がひどい目に遭うのを喜んでいらっしゃるんです。私みんな知っています。何を言いますか、ズルさん。母親がそばから驚いて叱った。お父まのお考えなさることに間違いはありません。それにこんなことは女の口を出すことではないのですから。 大助様もそれでいいのですか鶴は絶望の向きを変更した。血を分けた弟が七八人も十四五人もと決闘をなさるというのに。いや、十四五人などはおらん、五六人だ。お父様はご自分で七八人かもっといたかもしれないとおっしゃったではございませんか 家に見たお父様がお父がっしゃるののですもの本当は二三十人いるかもしれませんわ。いいえ、きっと二三十人はいると思います。それなのに大助様は兄として安ん,んとそうして茶を召し上がっていていいのですか姉の地下がハラハラして、「鶴さん」と言い、母親も「鶴さん」と静止したが、 このはつらつたる妹娘は一切構わず。それでもあなたにはご兄弟の情が終わりなのですかこう決めつけてすごいような目をした。すると大介は悠然としてまつげ一本動かさないといった顔で鶴の方を静かに見て答えた。しかしですね、それは、ええ。 それはつまり、大蔵のことをですね、心配していらっしゃる、ということになるわけですか。鶴はひっちゃぶいてやりたいというような目をした。けれども相手には通じはしなかった。太助は依然として静かな調子で言った。もしもそうならばですね、それはむしろ私は反対だと思うんです。 反反対対ととは何がですのどこの何ががでですすののどこだとおっしゃるんですかつまりですつまり私はですねむしろ相手の人たちその決闘の相手の人たちの方がずっと心配だと私は思うんですでは泰造様は負けないとおっしゃるんですか泰造がですか ええ、もちろんです。それで江戸でもみんな手を焼いたんですが、しかしですね、殿様から厳しいお叱りを受けてきたんですから、まあ今度くらいはですね、あまりひどいことはやらないだろうと思うんです。上門はまたしても食べかけの茶碗と箸を置いて、それは本当かその体造が強いということは、 と大いの方を見た七八人も相手にして本当に彼は負けないというのかええそれはです大いがそう言いかけた時玄関の方にドタンバタンガタピシという物音が起こりその物音が次々に物音を呼び起こしつつこちらへ近づいてきた玄関の障子が倒れ ついで杉戸が外れ、ふすまが破れ、廊下の障子が破れといった具合であって、とりも直さず、大蔵が進行してくる状態を証明するものであった。いやあ、どうも、どうも失礼。大蔵がふすまを一尺ばかり開けて、そこから顔を出して、ニコニコと目尻を下げて笑って、ひょいっとお辞儀をして、 ちょっと人に招待されたものですから、食事はもういただきませんから、どうぞ片付けてください。それをお断りしようと思いまして。待て、大蔵。け、決闘はどうした残念なことに仲裁が入っちゃったんです。その仲裁人に招かれたんで、悔しいけれども、あのおけらどもと仲直りをするわけなんです。 今日は二つも喧嘩の口があったのに、二つとも中途半端になっちゃって、いや、何でもありません。私は喧嘩なんか、決して私は。では行ってきますから、どうぞ一つ皆さんはお先へ。そして勢いよく襖を閉め、その反動で一方の襖を二尺も滑らせ、それから再び、例の老石たる物音を立てながら、 その物音と一緒に飛び出していった。四人はしばらく身動きもしなかった。そしてやがて、姉のちかがほっと吐息をついて、恍骨としたようにすけを眺め、それから母の方へ振り返って、胸の中から何か溢れてでも来るようにささやいた。本当に、何という違いでしょうね。 お母様、ご兄弟でいながら、こんなにお兄様は、お静かで落ち着いていらっしゃる。本当に何という違いでしょう。ええ、なんという、なんという。鶴は体をくねくねとくねらかして、姉の声をそっくり真似ていった。本当になんというお静かな、石のような、 木造のような、えへへへへ。ヤギのような声で笑って、素早くそこから逃げ出していった。3の2。大蔵は、勘定奉行所の仕切り型という役目についた。今でいうと、資質係にあたるものらしい。10月初旬に仰せつけられたのであるが、初めて途上した日は多忙であった。 まず、勘定奉行の元田藤兵衛から、以下役所の関係筋へ挨拶回り、およそ十二、三人あったろう。その度ごとに机にケツまずき、湯沸かしをひっくり返し、ついたてを押し倒し、ふすま障子を破り、また机にケツまずきといった具合で、どこへ行っても、わっとか、あ大変とか、 ひや、などという規制を挙げさせた。仕切り型というのは、奉行所の中でも人数が少ない。八畳ばかりの役部屋の三房は戸棚で、そこにはぎっしり書類が詰まっている。同僚は三人であるが、三月と九月が決算期で、その時は十五、六人になるそうである。支配は大中神太夫という老人で、 一日中喉でうるるん、うるるんといった風な、こっちの喉がかゆくなるような音をさせていた。他の二人は、大蔵に言わせれば、昼間の耳づくであって、決してそれ以外の何者でもないそうである。初登場の日、退出してから祝宴に招かれた。招待者は、野村吉太郎ら五名の若侍で、 中に白井九兵衛とか大中九馬などというものがいた。なぜ彼らに招待されたかというと、かの本田孫九郎らと喧嘩をした日、大蔵は三信の城代の家の門前で、この野村吉太郎ら五人とも喧嘩をし、吉太郎と殴り合いをした上馬牧したという関係があったのである。で、その日の招待となったのだが、 場所は新柳町というところの柳亭という小さな料理茶屋であった。泰造は下城してそこへ行って通された座敷を眺め回すと、この連中はあまり金はねえな。こう思って腹の中で舌打ちをした。これに比べるとあの晩、本田孫九郎たちと仲直りをした時は豪華版であった。 最も仲裁に入ったのが、井上角兵衛といって、作事奉行所の支配だったからだろう。泉橋の脇にある、冠水楼とかいう二階作りの料亭で、芸儀も住人ばかり来て、じゃんじゃか騒いだ。むさ苦しいところで失礼ですが、まずご礼をお座りください。大中九馬が、急いで彼を神座へ据えた。 やっぱり自分たちもむさ苦ししいいい。ことは知っているらしいみんなが席に着くと野村吉太郎が改まった姿勢で自分と4人を紹介したそれによると大中九馬はなんと彼の上役大中陣太夫の次男であったそこで泰造はすぐさま「あの人が喉で妙な音をさせるのは何ですか?」。 痰が絡んでいるようでもないし、咳をするんでもないようだし、あれは何ですかキューマは急に顔をあからめ、かなり意気込んだ調子で自分はそんなことは知らない。これまでついぞ聞いたことも見たこともないと答え、しかもそれを断言した。これは後でわかったことなのだが、神大優のウルルンは人真似であった。 感情奉行の信号智兵がそれをやる。そしてそれをやるときには、ある程度まで威厳が出るので、神太祐はそれを真似ていると言って悪ければ、それにあやかっているらしく、またそのことはかなり広範囲に知られているため、九馬が赤面し、かつ否定の断言をしたらしいのであった。酒が始まると、まず喧嘩の話が出た。 ともかく驚きました。吉太郎がそう口を切って。こちらはあなたに話しかけた。前から一度お話を伺いたいと思っていたところ、ご城代のお屋敷の門前でばったり会ったでしょう。これはいい機会だと思って声をかけたわけです。ところがあなたはいきなりこの野郎、ふざけた真似をするな、とわめき出したんですからね。 そばにいた私たちもびっくりしました。白井黒兵衛が言った。あれあれと見ている間に、ふざけた真似とは何ですかクソをくらえ、何がクソだ、うるせえ、無礼者、ええ、面倒だ、ということで殴り合いになったんだが、私は三つ四つ殴られましたけれども、何しろ訳がわからないんで。 あの時はこうなんだ。大蔵は説明した。あのすぐ前に別の連中と喧嘩をやってね。すぐ引き返してくるから待っていろと言って、用足をするために走ってきた。そこを呼び止められたんで、その連中が追っかけてきたもんだと思ったんだよ。おかげでそいつらが待っていることも忘れちまって、夜になってうちへねじ込まれて恥をかえちゃった。 その連中というのは誰ですかほっぺたかどっかに傷跡のある。そう、本田孫九郎というのと他に四五人。本田孫九郎ですって吉太郎が大きな声を出し、彼らは互いに目を見交わした。大蔵はそんなことは気がつかないから、喧嘩のこと、井上角兵衛が仲裁に入ったこと。 それから冠水路で盛大に仲直りの宴会をしたことなど、例の開けっぱなしな調子ですっかり語った。彼らは先手を打った。吉太郎が仲間に向かってそう言った。我々の先手を打って乗り気うじを懐柔しようとしたんだ。なんだいそれは。あいつらに何か魂胆でもあるというのかい その喧嘩はわざとこしらえたものなんです。白井九郎兵衛が言った。井上が仲裁に出ることも仲直りの宴会も初めからみんな計画されたことなんですよ。へえ、妙な思考を凝らすもんだね。こっちじゃみんなそんな手数をかけて人と知り合いになるのかいそんなバカなことはありません。 彼らは特に理由があってそうしたんです。野村吉太郎が沈んだような声で言った。それは自分の言葉に重みと実感を添えるためらしく、自然その表情や姿勢も元としたものになった。その理由というのは、これはのりきさんだから申し上げるのですが、実に憎むべき汚職事件から来ているのです。 お職って何者だいお職、つまり職務を汚すお職です。打ち明けて申しますが、反省は敏乱し、支配し、悪徳と不正で充満しています。あなたはおそらく、野力さんが赴任してこられたのも、おそらくその点に秘密の使命があるのだと思いますが、いいえ、隠さないでください。 私どもは知っているのです。そしてそしてあなたが必ず使命を果たされるだろうということも信じているのですから俺にはなんだか分からねえが大造はやや酔いかけていた政治だの何だのごたごたした話はやめようじゃねえか酒がまずくなっていけねえおうそこにいる青いのおめえ一つ受けてくんな それにこうやろうばっかりガン首を並べていてもつまらねえが、どうだ、芸行四五人呼んでパーっとやらねえか。今夜は真面目な話があるんです。あなたは仮面をかぶっておられるようだが、私どもは本気なのですから、半家のためには一命を捧げる覚悟でいるのですから、どうか狂筋を開いて申し上げることを聞いていただきたいのです。 そんなに言いてんならゆうさ。ん。ほら勝手に飲みながら聞いてるよ。太蔵は手尺で飲み、脇を向いて独り言を言った。こんなことなら来るんじゃなかった。酒も魚もまずいし、なっちゃねえや。3の3。世間の批評とか人の鑑識などというものは、実に軽薄なものである。 大蔵が勤め出してから20日と経たないうちに、太助の評判がめきめきよくなってきた。昼のろうそくだの、石仏だのと嘲笑した人々が、今では彼を認め、彼の人格を商用し始めさえした。やはりなんですな同じ血筋といっても兄は兄。比べてみると、 格の違いというものは争えないものですな。沈着冷静。実にあの若さにして珍しい老聖ぶりです。能ある鷹は爪を隠す。石仏などと言われても、馬ジ東風と聞き流していたところなど、実にあの若さにしては稀な風格と言うべきでしょう。私はあの人は全額をやったと思うですな。 それも相当の通望に叩き抜かれて、醍醐の経を通過した人だと思うのですな。こんなような表が、城の内外で仕切りに取り交わされた。だが言うまでもなく、この世評の変貌には、由来するところの原因がある。それは、泰造そのものであった。はじめ、勘定奉行所の仕切り方に勤めた彼は、十日目に、 何度型へ転勤になり、そこから書院番、次に作事奉行初期と三十日ばかりの間に四回も役目を転々した。もちろん彼が希望したわけでもなし、また上代重臣が好んで命じたわけでもない。行く先々でたちまちその支配役が手を挙げるのである。体操をするのではなく、 降参するという意味で。どうかあの男を他へやってください。こう悲鳴を上げて、その役所の奉行職とか、または係の住職に泣きつくのである。あの男は役所の中をめちゃくちゃにしてしまいます。襖も障子もめちゃめちゃ、畳はちりだらけ。茶をこぼす、湯沸かしをひっくり返す、筆を踏み折る。 机を蹴飛ばす。事務も何もできたものではありません。お願いです。私を助けると思って、あの男を捕へやってください。どうぞ見てきてください、ご老職。こう訴えてくるものもあった。お手間は取らせません。いらして、一目でよろしいからご覧ください。私の役所がどんなありさまになっているか。でなければ、 私を免職にしてください。筆教するに大蔵は山路家に置けるがごとく、その身体動作を派手にやるわけであった。困ることに彼には藩主がついている。山路家へ預けたのも長門神智信の勅命であるし、三信上代へも特に目をかけよという内達があった。だからこそ上代は、 初めに大蔵を呼びそこに何らか特別任務があるのではないかと聞いたわけであるどうもしようがない目をつぶって他の役目に就かせるそしてまた他の役目へ大助様の評判がとてもよくなったそうですよお父様がおっしゃってたけれどそのはずですわだって 本当にお立派な、いい方なのですもの。姉のちかと母親とが、そんな風に話すのを、鶴はしばしば口惜しい思いで聞いた。ひところあんなに悪く言っていた人たちが、まるで手のひらを返すように褒めるんですって。将来は乗り気けを再興して、元通り江戸家老におなりなさるだろうって、 ご住職の間にもそんな噂があるそうよ。人にそれだけの値打ちがあれば、いつかは分からずにはいませんわ。あの方はそれだけの値打ちがあるのですもの、それがようやく皆様に分かってきただけですわ。どうしてだか言ってあげましょうか。うがいまいましくなって、憎らしそうに顎を突き出しながら言った。 どうして大輔殿の評判が良くなったか、石本夫事がなぜ急に褒められ出したか、そのわけを言ってあげましょうか。へん、お母様もお姉上様も何にも知らないで、いい気なものでございますわ。おっしゃいよ。珍しく姉がそう応じた。私たちの知らないわけがあるのなら、いいから言ってごらんなさいな。それはね、 太蔵さんのおかげなのよ。あら、太蔵様がどうなすったの太蔵さんが勤め出して、せっかちで粗忽なことばかりやるから、それでお兄さんの方が引き立ってきたのよ。太蔵さんが引き立て役になったから、大助さんがいくらかましに見えてきただけよ。それだけのことよ。変な理屈ですわね。姉は、 自信満々らしく、にっこりと微笑したくらいである。それは、大蔵様がせっかちで粗骨だということにはなっても、太助様のお人柄がそのために認められたという証拠にはならないんじゃありませんか。ねえ、お母様。どうせ出まかせですよ、鶴さんの言うことは、勝手に言わせておきなさい。 あたしの言うことが出まかせですって鶴は憤然と座り直した。胸の真ん中が火のようになり、頭がぐらぐら煮え立つように感じた。彼女はもう分別を失い、理性を逃がし、国旗心の綱を切っていた。ようございます。それでは申しましょう。飾らずにはっきり申しましょう。 鶴は目を据えていった。太蔵さんのせっかちや粗忽は、あれはみんなわざとしていることなんです。お兄さんを引き立てるために、わざとあんな粗忽な真似をしているんですのよ。母と姉とはあっけにとられて、二人とも大きな目でまじまじとこちらを見た。鶴は受難者のような顔をしていた。 半ばつむった目を上様へ向け、青ずんだような方をピリピリさせ、そして深い苦悩を訴えるかのように、白いものを引き立てるには黒いものがなければならない。大蔵様は自分から進んで黒い役をやっていらっしゃるんです。歯を食いしばってお兄様のためにわざと人に嘲笑され、陰口を聞かれるんです。 誰もそこに気がつかない。同じ家にいるお母様でさえ気がついてはいらっしゃらない。そして大助様の評判が良くなったことだけを喜んでいらっしゃる。その裏に大蔵様の悲しい犠牲があることを知ろうともなさらないで、鶴の目から涙がこぼれてきた。閉めたものである。彼女は自分のその涙が 母と姉とに大きな感動を与えたのを確かめ、なお沈痛な小姉で次のように言った。おかわいそうな泰造様。おかわいそうな。そして、お幸せな泰助様。母と姉はいつか目を伏せていた。鶴は打ちひしがれたようにため息をつき、弱々しく立って、廊下へ出るなり、 ペロッと舌を出した。そして自分の部屋へ入っていった。舌を出した、などといえば判断がつく通り、彼女の言葉はでたらめであった。悔し紛れに母と姉の干渉癖を利用したまでの話である。口から出まかせに、それこそ舌の動くがままに弁じ立てたのであるが、ところが自分の部屋へ帰って、 小机の前に座った途端、鶴は我知らず、あっと声を上げた。あ、そうだ、そうだわ。こうつぶやいて、今度は目をつむり、両手を膝に置いて、かなり長いこと、陳子木工という体であったが、やがてその目から、今度は嘘偽りなしの涙がポロポロと頬を伝わって落ちた。 それに違いないわ。確かに。自分では気がつかなかったけれど、心ではちゃんと感じていたのよ。だから自然と口に出たんだわ。自然と。でなくって、大蔵さんがあんなに馬鹿げたような粗骨をするわけがないじゃないの。そうだったんだわ。今こそはっきりわかったわ。鶴は、 衝動的に両手で顔を覆い、おかわしそうな太蔵さん。心の中で呼びかけながら声を忍ばせてすすり泣くのであった。3の4。鶴がこのように活眼で見抜いているにもかかわらず、太蔵は偽善として自由活達に飛び回っていた。彼は、 城の中でも外でもほとんど全半中の人と知り合った。仕切りとお台所へ行って料理人と話し込むし、庭番と共同で菜園の堆肥作りもやるし、足軽長屋の塀も直すし、またどこかの子供にせがまれて、どこかの屋敷の柿の木へ登って柿の実をしこたま取って、 その屋敷の番人に追っかけられもした。この中で特に親しくなったのは、本田孫九郎の仲間と野村吉太郎の仲間である。もちろん別々にではあるが、どちらも泰造には特殊な親密さを感じているらしく、道や城中の廊下ですれ違う時でも、やあ、などと言って一種の表情でこちらを見る。 その時によって違うが、そしてことによると、太蔵の方の状態に原因があるかもしれないが、ある時はその表情は、どうですか少しは融通しましょうかなどという意味に思える。そこで太蔵としては、早速そっちへ寄って行って、一つ頼むよ。小遣いがなくなってね。遠慮なしに挑発した。 また時には、どうです一杯やりませんかという意味に見えるが、もちろんこれも大抵は辞退しない。帰りにやろう。盛大なところを頼むぜ。だがこれはほとんど本ン一頭に限っていた。野村一派には柳邸で懲りている。彼らは無役であるか、次男三男の輩で、うっかりすると、 こっちが挑発されそうだからなるべく当たり障りのないような態度をとった彼らの方でも決して誘惑的な表情などはしないその代わりというわけでもないだろうが道で他に人のいない時あったりすると「盛んにやってますね噂は聞いていますよ」などと言って妙な目まぜをした。 祖骨でひっかき回すとは妙案です。今にごそっと。こういう時は両手で何かを救うような身振りをする。ごそっと根こそぎ網に引っかかるでしょう。いや知ってます。そして我々は早くその日の来るのを待っていますよ。太蔵はいつも何も言わずに、意味ありげに微笑したり、うなずいて見せたりした。 こちらには彼らの言うことが点でわからない。そして、わからないという事実を説明しても、彼らはまるっきり承知しない。隠してもだめです。私どもはちゃんと知ってますよ。というのである。しようがないからそれに応じて、意を了したような真似をしているのであった。山地家においても、城中にあっても、 物をひっくり返したり蹴飛ばしたり踏み壊したり破いたりする点は連日連刻のことであったいつかそれは年来のことであったが山地家で三信延城代を茶に招待したことがあるそれは上門が何とかいう名物の茶器を手に入れたのでそれを自慢したかったのらしいところが客が来て さて茶席へ案内してみると、その自慢の名物がなくて、つまらないような通俗な器物が揃えてあった。どうしましたあれは。上門は自客を務めていた妻女にこう聞いた。先日求めたあれはどうしました道具調べをした時にはあったのだが。 茶席であるから荒い言語は使えない。すべて感弱性がでなければならないから、静かにこう質問したわけであるが、才女がみやびやかに答えたところによると、大蔵様がお壊しになったということであった。その時上門がもしかして立っていたら、おそらくはまた右足で畳を叩いたであろう。老人は、 顔面を赤土色にし、歯を食いしめたまま丁重に行った。ははあ、そういうわけか。はい、そういうわけでございます。上門は目を向いて妻を睨み、口を信じられない程度までねじ曲げた。それからぐっと下腹部に力を入れ、自精神を総動員して、 静かな声で言った。では一つ、あの鶴瓶の茶碗で。いや、よろしい。私が行ってくる。自分でな。上門は客に会釈をして茶室を出た。茶室は渡り廊下で母屋に続いているが、その廊下のところに泰造が立っていた。多分自分が過失をしたので、 どんな騒動になるものか様子を伺っていたものだろう。上門はそんなことは知らないから彼の姿を見るなり愕然としいや立然の方かもしれないがともかく非常にびっくりして思わず知らず叫びそうになった。私が取ってきます。私が。大蔵は愛想笑いをしていった。 鶴瓶の茶碗ですね。二階のあのため塗りの文庫の中にあるんでしょう。ま、ま、待て。待て、大蔵。すぐです。どうか座っていてください。大蔵は廊下を駆け出しながら。ちゃんと知ってるんですから、手間はかかりません。すぐ持ってきますから。待ってくれ、大蔵。上門も後から走り出して。 俺が取りに行く。構わないでくれ。頼む。どうかお前は。ええ、待て。待てと言ったら待て、この野郎。とうとうわめき出した。何しろ大の男が二人、ドタバタかけたりわめいたりするので、茶室からは才女が出てくるし、家人たちもいかなる異変出退かと思い、おっとり刀で、女性たちは、 すりこぎとか、はさみとか、ほうきなどを持って集まってきた。うえもんはこれを見て、さすがにかけるのを中止した。いや、騒ぐな。なんでもない。息を弾ませながら、なんでもないんだ。騒ぐことは少しもないんだ。いいから下がっておれ。騒いだのは自分であるにもかかわらず、彼はこう言って、 おもむろに二階へ上がろうとした。無論大蔵はとっくに上へ上がっていた。今自分は文庫の中を引っかき回しているところだろう。こう思うと気が気でなかったが、みんなの目があるので対面上できる限り沈着な動作で階段の方へと近づいていった。が、近づいた途端、彼は、あ と言って両手を前方へ突き出しタダタと言いながら後方へ飛び去ったタタタと言ったのは大蔵に対する呼びかけであったかそれとも大変と叫ぶつもりであったかともかく上門が後ろへ退避するのと同時にドシン、ダダダ、ガラガラというものすごい音響が起こり階段の上方から 人間と何かの箱とがごっちゃになって雪崩のように花方へと転げ落ちてきた。この場面がどうなったかということはこれはもう紹介する必要はないだろう。それで四半時ばかり時間を飛ばすことになるがそれから四半時ほどたって大蔵は自分の部屋で裸になって体の要所へ手当てをしてもらっていた。 手当てをしているるのは鶴である彼女はぼっと生めかしく蒸気していた。それはその作業のために血行が良くなったのかもしれないが、あるいはまた若い男性の裸の肉体。それは筋骨の秀でたたくましい健康と精力に満ちあふれたものであったが、に手を触れ、傷薬を吸い込んだり。 公約を張ったりするのである種の情緒的気分になったからであるかもわからない私知っていますわ鶴は彼の腰骨の上へ公約を張りながら言ったあなたがどうしてこんな粗骨な真似をなさるか私だけはちゃんと知っていましたよあなたがですかあなたが 知っていますの。私だけは。彼女の声は鼻が詰まったようになった。そして、いつも太蔵様のために、一人でそっと、そっと泣いていますのよ。太蔵はしばらく黙っていた。目を半眼にし、唇をきっと結んで。それからやがてため息をつき、低い声で、 っするもの,のように言った。私のために泣いてくれる人がいる。それだけで十分です。それだけで。他の者が笑おうと馬鹿にしようと、そんなことは私には痛くもかくもありません。一人でも自分を理解してくれるものがあれば、それで私は満足です。本当に満足です。 もうおっしゃらないで、大蔵様。鶴はこう言って、衝動的に相手の腕へすがり、鶴がよく知っています。鶴があなたの味方です。いいえ、鶴は一生あなたのおそばにいて、一生あなたをお守りいたしますわ。一生。私、大蔵様の、あとは言えなかった。言えない代償に、 鶴は彼の胸に泣きながらもたれかかった。太蔵は無然として、そして途方に暮れていた。4-1その年の12月の初旬に、範木太助と山路家の長女とが結婚した。式は極めて盛大豪華なものであったが、太蔵はその式には全く関係しなかった。 二人兄弟の兄の結婚式に、ただ一人の弟が列席しないというのは、愛情の上からも義理の上からも温当ではない。こう思う向きもあるかもしれない。が、これは山路上門の計略であって、泰蔵にはいささかも責任はなかったのである。泰蔵は、その時は勘定奉行所の県警係に勤めていた。 はじめ、同じ役所の仕切り方へ勤めてから、それが七回目の転勤である。そして今度は、当分はそこに落ち着くだろうと思われるのは、経理部というのは彼のために新設された部署であって、その部には彼一人しかいないし、従って従来しばしば記した理由によって、彼のために別って迷惑をするものもなく。 自然転勤を混成する人間もないからである。また、県警係なる役所は何をするかというに、何かしらむやみに古い帳簿の、すでに墨という因の押してあるものを、もう一度計算し直すというのが役割であった。これはかなり重要な仕事であるからして、慎重丹念、時間をかけて、ゆっくりやってもらいたい。 奉行はこう言ったので泰造としては少なからず張り切ったしかし23年も昔のご「ご領内両財払い下げ仕切り帳」などというものを一人パチパチそろばんで弾いていたりするとなんとなくバカにされているような気持ちになることもあったそんな時は気分転換のためどこか他の役所へ出かけて 何か急ぎの事務はないかね忙しかったら手伝おうかねなどと言って時間つぶしをした。これをつづめて言えば、県警係なる者は、大造を拘束するためであって、古帳簿の検算などは単に見せかけに過ぎない、ということがおわかりであろうと思う。だが俗に人を呪わば穴二つということも、 この際ちょっと記憶にとどめておいていただきたいのである。さて、大助と千花との結婚式の当日、泰造はかなり多数の帳簿を与えられた上、今夜は城に泊まって、できるだけ多く、片付けられるだけ多く片付けてもらいたい。こう移植されたのである。これは山路上門の計略であり、それによって、 勘定奉行が動いたわけであるが、もちろん泰造は知らない。彼としては、市場のために公務を怠ることはできないだろう。言われる通り、城中にこもって、熱心にその事務に精霊した。かくて山路家の豪華な式は無事に済んだ。泰造が列席したとしたら、そうは行くまい。 にぎわしさは増大したであろうが各種の損失出費もそれに性比例したはずであるただしその式が鉄頭鉄尾無事だったとは断言はできないなぜかならその式の進行中に局面を新しく展開する二つの芽が発生し二つとも相当な力と速度で成長し始めたからであるあんまりだわ あんまりひどいわ。その目の一つはこういう泣き声で始まったとりも直さず山路家の鶴の叫びである彼女は泰造を城中に拘束したことで父を非難し知っていてその計画に反対しなかったことで母と姉と泰助とを非難したたった一人きりのお兄様の結婚式なのに ごまかしてまでのけものにするなんて、お父様もお父様だけれど、お母様だって、お姉様だって、あんまり白状だわ。大けさんなんか、石仏どころじゃない、涙も情愛もない、ただの石ころだわ。お黙りなさい、鶴さん。言葉がすぎますよ。母親もついには怒り声を上げた。それもこれも、 太蔵さんご自身の責任です。考えてもご覧なさい。祝言の式に色々と大事な飾り道具や高価な器物がたくさん並び、お客様も三十い人かいらっしゃるのですよ。もし太蔵さんがいてご覧なさい、そのお道具や器物は壊されてしまうし、お客様に対しては恥を隠し、 何もかもめちゃくちゃになってしまうじゃありませんか。そんなことはありませんわ。鶴は涙をポロポロこぼしながら叫んだ。大蔵さんの祖骨はお兄様を引き立てるための作り祖骨なんですもの。ご祝言の席でそんなことをなさるはずは絶対にありませんわ。ええ、絶対に。それは鶴さんがそう思うだけですわ。 鶴さんお一人が。と姉は化粧した美しい顔を鏡に映して見ながら落ち着き払って優しい小姉でそう言った。作り粗つだなんてどこにも証拠はないじゃございませんの。私、どうしたって信じられませんわ。信じられませんわ。信じられませんわ。涙をこぼしながら 鶴は姉の口真似をした。信じられなければ信じなくともよくってよ。太蔵さんの粗骨がもしか本物だったにしろ、二人っきりのご兄弟じゃありませんか。ご祝言といえば一生に一度。何もそんなにケチケチしないで、壊せるだけ壊さしてあげたらいいじゃないの。まさか天地まで粉々にするわけでもないでしょ。えへん。 お望みなら、鶴さんの時にさせておあげになればいいわ。ねえ、お母様。ええ、そうするわ。もちろんよ。鶴は公然と宣言した。うん、私たちのお式の時には、思う存分そうさせて差し上げるわ。その時は、どうぞ私たちを招かないでくださいましね。こっちでごめんをこむります。 私たち二人っきりよ。二人っきりで、誰に遠慮も気兼ねもなくやるわよ。どうぞご心配なく。あら、妙ですこと。姉は、その時は皮肉に切って返した。二人っきりって、それでは、花婿様はどうなさるのあの方と鶴さんとお婿様抜きでお式をなさるの私は、 夫は1人しか持ちません。私とお杯をする方が私の夫ですわ。まあ鶴さん母が仰天して言った何でそんな乱暴な他のこととは違いますよ女にとって一生の大事をそんな冗談ごとにする人がありますか。私 冗談になんか申しません。本当にそうだからそうだと申すんですわ。なんですってまあ、なんですって私、泰造様の妻になります。彼女は今度は決然と第二の宣言をした。泰造様の苦しい悲しいお気持ちを知っているのは私だけです。 トト様も母様も他の誰も理解しようとはなさらない。あの方を分かってあげ、あの方の味方になってあげられるのは私一人です。あの方の妻になってあげられるのも私だけですわ。ええ、私はっきり申します。鶴は泰造様と結婚いたします。そして気絶でもしたような母と姉を尻目に。 さっそうと、だが、涙でおしろいのすっかりまだらになった顔のまま、その部屋から出て行った。4-2山地家で鶴が大いに気を吐いていた時、城上中では大蔵が興味津々たる叫びをあげていた。彼は周囲に古帳簿を散らかし、机の上に 何やら細密に数字を書き連ねた長い巻き紙を広げ、それと帳簿を称号したり、分類したりしながら、ははは、いや、どうも、いや、これはこれは、ふーん、いや、どうも、いや、こいつはどうも。一人でこんなことを叫び、何やら書き込み、片方の帳簿と片方の帳簿を付き合わせ、 手で記号を入れ、それからまた、はっはなどと笑い、やがては手ぬぐいを出して、鉢巻きをして、ほとんど夢中で、さも面白くてたまらないという様子で、夜の明けるまでその仕事に没頭した。そしてこれが、発生した目の他の一つだったわけである。大蔵は、三日の間、うちへ帰らなかった。 4日目の朝、まだ暗いうちに帰った彼は、裏の通用口から台所へ飛び込んで、すぐ何か食わしてくれ、とそこの板前座り込んだ。いいんだよ、冷や飯で結構だ。湯をぶっかけて食うから、味噌とたくあんでも出してくれ。どうしても動きそうもないし、女中たちも彼には親密な感情を持っていたので、 言われる通りに茶漬けの支度をした。この騒ぎに気がついたのは鶴であった。彼女はいつも早起きで、家族の中では一番先に起きる。そして風呂屋で冷水摩擦をするのがもう四五年前からの日課であった。彼女の説によると、それが健康と美を保つ唯一の秘宝だそうで、木ところは 姉や母親なども強制的にやらされたが、陶器の寒さなどは辛抱するとして、手順が面倒臭いのと、相当以上に周知的であるために、両者とも断固として拒絶した。それというのが、鶴のやり方は一般に行われている方法のほかに、両手首と両足首、そして身体全面の微妙な部分に対する冠水と、 骨盤部周辺の入念なる摩擦という技法が加わるのである。それにはかなり大胆な奉仕な姿勢を取らなければならないし、ある姿勢などはここでは描写することを避けるが、母親が驚きと周知のために目をつむって全身を赤くして、やめてやめてやめて、いやいやいや、と叫び出したくらいであった。 もちろんこれは物語とは関係のないことでつまりその朝も彼女は健康と美のための日課をやったのだが終わって風呂屋を出た時台所が大層にぎやかなのを聞きつけ何事かと思って覗いてみたのであった彼女が何を発見したかは言うまでもあるまい一目その光景を見るなりさすがの鶴が「まあ,あ」 と叫び声を上げたやあおはよう。太蔵はこっちを見て、皿を一つ跳ね飛ばしながら手を上げた。腹が減ったもんでね、やっているところです。あなたもよかったらどうです。朝の茶漬けというのもおつなものですよ。台所にいた召使いたちは皆立ちすくんで息を呑んだ。この礼状は怒ると容赦がない。 ガンガンガンと、それこそ父の上門以上に荒れるのである。どうなることか、今にも雷が鳴り出すか。こう思っていると、鶴は素早くあたりへ目を走らせ。そうね。ではお召喚いたしますわ。松屋、私のも支度してちょうだい。そして太蔵のそばへ座った。 それからのことは書かない方がよかろう。彼女は食べ終わって台所を出るとき、さも満足そうに大蔵を見て、朝の茶漬けって本当におつですわね。こう言って、それから低い声で、ねえ、大蔵様、これから内緒で毎朝いただきましょうよ。いや、それがダメなんです。 またしばらくお城へ泊まり込まなくちゃなりません。彼は自分の部屋の方へ曲がりながら行った。今は疲れ休めに帰ったんですが、明日から当分は帰れなくなるんです。ああの、祝言は無事に済みましたか。ええ、済みましたわ。そのことで私お話があるんですけれど、とんでもない、この目を見てください。 彼は、充血した自分の目を鶴に指さしてみせた。この通り、眠くって眠くって、ぶっ倒れそうなんですから。では、お支度をいたしますわ。鶴は、一緒に泰蔵の部屋へ行った。そうして、ヤグを述べ、着替えをさせながら、結婚の晩に母や姉とやり合った問答の始終を語った。 だが泰造は全く上の空で、うんうんと生返事をし、あくびをし、寝巻きになるとすぐさまヤグの中へ潜り込んでしまった。これでは拉ちが開かない。鶴は決心をして自分の意思を明白に通告した。そういうわけで、私、あなたと結婚することにいたしましたの。ようございますわね。 太蔵様。ああ、結構、いいですとも。太蔵は、あくびをしながら手を振った。どうもありがとう。おじさんには、起きてから挨拶に行きますから。では。そして、掛けやぐを頭から引っかぶった。鶴はほっと、と息をつき、かなり得意そうでもあり、相当に複雑な微笑みを浮かべ、 静かに立ってその部屋を出た。とちょうど鶴が廊下を曲がったと思える時大造はガバとヤグを蹴って飛び起き「えと異様な声を上げた「な何ですって結婚?」。それから周囲を眺め回し首をひねりちょっと考えてから次のようにつぶやいてドタッとまた横になった。 なんだ夢か。びっくりさせあがる。四の三。太蔵の古帳簿剣山は熱烈なるものとなった。彼はほとんど城に詰めっきりで、ほとんど夜と昼の区別なしに活禁精霊した。それは熱烈というより、強烈的であり。 反差論的にさえなったなぜかというと、彼は絶えず帳簿の出し入れを間違える。剣山済みだと言って返したのを、あれは未災だったからと取りに来る。また、孔の役所のそれと、乙の役所のそれを間違えて返し、それを四五日も経ってから思い出して、慌てて両者を返し変えたり、返し変えてみたら、 間違いだと思ったのが間違いで、また元のように返し替えたり、孔、乙、平、亭、墓、それぞれがどこをどこへ戻したかわからなくなって、とんでもない帳簿が、とんでもない役所へ紛れ込んだりした。私にはもう何が何だかわからない。あの男の顔を見ると、寒気がして、目がくらんで、何か乱暴なことがしたいような気持ちになる。 各役所の帳簿係はついにこう値を上げた。もうごめんだ。俺は任せた。ある帳簿係はそう白状した。これでは気がおかしくなってしまう。俺は関係しない。たかが古帳簿。出したければ出すがいいし、返したければ返すがいい。俺はあの男にすっかり任せることにした。 なるほど。うん。なるほど。他の帳簿係もこう頷うき合った。たかがフル帳簿。太蔵の活躍はこうして全時自由になっていった。だが、これは一体いかなるわけであるか。何のために彼はそれほど熱狂するのであるか。そこは誰にも理解がつかなかった。 例の不当利得者の一派もかの野村吉太郎ら正義派の連中もそれぞれの立場から泰蔵のすることをば満足して眺めていた前者はうまく彼を感触に追い込んだと思い後者は彼がいよいよ不正摘発に取りかかったものと信じた年が明けて1月2月3月には藩主が帰国した 長殿上智信の帰国を誰よりも熱心に待っていたのは上代の光信文左衛門と山路上門の2人であろう帰国祝いの式が済むと2人は早速のところ人払いの謁見を願い出た智信はその時38歳で藩府によると列代のうち第一の美男だったという酒も強いし もう一つの方面でもかなりな勢力家らしく「電気には華やかな逸話がいくれかある」がここではそれに触れる必要も余白もない単直に三者会談を紹介するわけであるが光信と山路との質問は一口に言うと「泰造を赴任させた真意はどこにあるか」ということであった「それを聞かれると少し困るのだが」 友信はちょっと迷惑なようであった少なからず困るのだがしかし言わぬわけにも参るまいこう言ってやや反省的な目つきになられた二人とも範木兄弟の父の出来事を知っているなうん五木が皇前院様の次女を殴りお手元金二千両を着服し そして切腹したあの出来事だ古い話が出たのでこちらの両老職はまぶしいような顔をした友信はさらに反省の調子を強め泰造をこちらへ起こしたのは実は彼が木と同じような立場になりそうだったからだそこで言葉はかなり沈痛になった 公善院様のことを申すのは忍びないけれども、五木の着服した金二千両は、事実は、長愛の次女の秘書をしたものであり、またその次女は、いろいろの点で公善院様を、何と申したらよいか、その、俗に言うところの、つまり満着しておったというわけで、五木はかなり手を尽くしたらしいが、 ついに、あのような方法で、事態を収集したという。三信も山路も、それは意外な、という表情をしたが、ごく形式的であったところを見ると、その事情は、およそ知っていたものであろう。友信は、そんな邪推はしない。いくらか告白の快感をさえ味わうかのように、これは、 自分が光全院様のお口から聞いたことで、ノりキの加盟は必ず立ててやるようにというご遺言もあった。しかるところ、図らずとも言うべきか、またまたここに大蔵が五木と同じようなことをやりそうな情勢が生じたわけであって、そこのところは推察に任せたいと思うが、どうせられますると、要するに殿が、 公前院様のごとく、その。推察せよと申すのに確かめることはない。ただし自分は満着はされなかった。とも信はそう念を押した。その他の面ではかなり似ておったが、満着だけはされなかった。自分はそこまでお人よしではない。そういたしますと。 上代が反問した彼を統治へお使わしなされました理由はそれだけなのでございますか。それだけだ。他に司祭はない。こう言いかけて、友信はふと思い出したように、両人の顔色に注意しながら言った。だが、この2月の初めであったか、殿は非常な勤慢家である。 「これからはどんなに散在しても差し支えない」という手紙をよこしたが「ああいかん」「これは泰造が発表するまで内密であった」「しまった」とのは自分に対して舌打ちをなされた「そういえば帰国以来まだ彼の顔を見ないようだが彼は今どうしておるのか」「そのことでございますが」 実は大蔵目の祖骨には皆非常に迷惑いたしまして上門がこう答弁したさる年末よりごく害のない仕事をあてがいましたところどこに興味を持ちましたものか今日に至るまで存外の熱中ぶりにて日夜強行いまだその 無害なるところの仕事に没頭しておる有様でございます。うん、無害な仕事、無害な。殿はこうつぶやいて首をひねられた。こちらでは三信上代と上門が目を見交わし、けげな顔つきでこうささやいていた。殿が金満家であられると金満家で、 わけがわからん、金満家とは何であろうか三者会談はこのようにして終わったそれからつい数日してほとんど半月も城に詰めっきりの大蔵がいきなり友信に免疫を求めたその時友信は菩提山というところまで遠乗りをしてちょうど帰ってこられたところであった イさんは桜の名所で、またクズの根でこしらえた万力餅という歌詞も名物として知られているが、ここには関係がないだろう。殿はもちろんすぐに大蔵とお会いなされた。大蔵は武将髭を生やし、むくんだような顔で赤く充血した目をしていたが、しかし元気はまんまんたるものらしい。 挨拶が済むのを待ちきれぬように、まず友信から問いかけた。大名となっても、金に関する限りは、そこは凡夫と大差がないものと見える。そうですとも、殿は金慢家です。大蔵は陰番を押すように答えた。それについては明後日。午前会議を開いて申し上げますから、これに書いてあるもの。 全部で四十三人になりますが、これらのものをお召しになってください。その時、詳しくご説明をいたします。四の四。余白の関係上、ここですぐさま御前会議に移ることにするが、この招集人員は、ほとんど全住職と現役・退役を通じて、 各奉行所の事務主任と主事などに及ぶもので、例の金吾六平太一派や、その弾劾者である野村吉太郎一派も加わっていた。この中で野村一派は生殖に溢れて見えた。彼らは肩肘を張り、目を光らせて不当利得派をねめまわし、それから互いにうなずき、こうやき合っていた。 いよいよ時節到来だぞ。さよう、りきはやはり正義の侍だった。大集会の席で摘発とはさすがではないか。金吾一派を見ろ。もうすぐ青菜にしようだぞ。これは一世一代の見物になる。面白し面白し。この間に泰造の準備ができた。 彼は御前の中央に座り、左右に帳簿の山を置き、何か書いた大きな紙、木紙を六尺四方に貼りつないだらしい。それを開いて、まず藩主に抵当、それから老職席に会釈をして、殿の許可を得て、これより藩財政の中誠なる業績を披露すると口を切った。これは 殿がご日常の経費について随分ご不自由であられるらしきことその証拠として常に余は貧乏だ貧乏だと嘆いておられることここで殿にはえへんとせをなされたそのためにご両親としてふさわしからのご業績のあること以上の理由よりして財政の実情と住職 並びにその担当者の苦中これらを記録に従って披露する次第であります。殿は現在のところ現金にして約21万7635両用お持ちになっておる勘定でございます。泰蔵はこう続けたこれは7年前までの数字でありましてその後 さらに増加しておることは申すまでもございません。さてその内容でありますが。り木は発狂でもいたしたか。三信城代が仰天してこう叫んだ。さような巨額な金は今当藩を逆さに振ってもではせん。仮にも御前で根もないことを申し上げ。 いや、待ってください。太蔵はニコニコと上代の言葉を遮った。ご上代の成虫はわかります。金のあることが知れると、人間はとかくバカな真似をするものです。だから今日まで巧みに隠しておられたのでしょうが。ば、バカな、バカなことを申すな。いや、証拠があるんです。 彼は自虐として答えた。ご存知のように私は古帳部の剣参を命ぜられました。それで分かったのですが、実にその貴重の巧妙さというものは、例えばこれをご覧ください。大蔵は例の六尺四方ほどのケ図書きのようなものを示した。これは今から二十年前の九月の仕切りですが、 この全収納額のうち、2832両余というものが繰り越しになっている。いいですかそれがですね。年度仕切りの3月になると、きれいに帳簿から消えているんです。無論その内訳はちゃんとできています。何坊部業所の緊急予算として、何百何十両。何坊部業所へ臨時予算として、 何百何十両何坊奉行所へはこれこれそしてその各役所の帳簿を見るとですねその緊急予算や臨時予算の金はその役所では決して使われないのですこちらの金はあちらへあちらの金はそちらへという具合にむやみとぐるぐる回し合って次年度の9月の仕切りになると全く収支面から消えてしまうのです これは一見不正と思えるでしょう。私もはじめは不正であると思いました。ところがです。大蔵は舌に湿りをくれ、傍らの古帳簿を取って開き、それを前方へ押し出しながら行った。ところがさにあらず、これが皆何度奉行の別会計に入って、特別御用金に充てられているのです。その中から公用として、 のの明白ででなないい金ももも相当に出ていますがそんなものはどうでもよろしい、いこの特別御用金の計上額を合算すると、先に申し上げた21万7600いくらという数になるので、その責任者は代々の南度奉行と各奉行役所の主任主事ということになっているのです。つまり、殿のお手元へ提出しました名簿。 今日、この席へ出ました四十三名が、それだけの金額に対する責任者であります。中には死去した者もおりますが、それは、その子が責任を継承するわけでしょう。例えば、十四年前の南土奉行は、野村吉兵衛で、これは、そこにいる吉太郎が引き受ける。また、橋本三左衛門は、その子の三郎兵衛が、 劣席する人々のうちかつてその職にあったものまたは心に覚えのあるものは現在の不当利得者はもちろん野村吉太郎一派の正直連結派までが一様に色を失い声を呑んだ大蔵は記録と帳簿の事実によって老人たちが藩主の財産を密かに蓄積した苦心 その巧みにして緻密な努力を率直に褒めたたえ、なお私の健算したもの以降、今日までの金額を合計すれば、いかなる数字が現れますことか、しかも責任者は皆揃っているのですから、殿にはご入用に関する限り、今後は絶対にご不自由はこれなしと申し上げることができます。ただし、 かかる家臣の努力と苦心についてはお忘れなきよう。先越ながら念のため言状をつかまつります。そして不審の点があったら、詳しく帳簿を当たってみてもらいたいと言い、静かに座を下がって平服した。四の五。太蔵の投じた一石によって、どんな騒ぎが起こったかは、 読者のご想像に任せるとしよう。ただ表面に現れた変化は、南土奉行の金吾六平太とその一派が退職し、それらに代わって全く新たな系統の人物が抜擢されたこと。三信上代が老年任に絶えず、と言って隕石辞職し、範木大輔が上代に就任したこと。 以上のことは記しておきたいと思う。あいつを甘い祖骨者だと思ったのは大変な間違いだった。金吾一派はこう言っていた。まあ、んまと裏を書か,かれた。藪をつついて蛇を出した。野村とその同志たちは言った。我々の味方だと思ったのに、とんでもない逆手を食った。 大蔵の検算による特別御用金の処理については、ハンにもはっきりした記述がない。おそらく長い年月の間に、そこはよろしく片づいたものであろうし、別して我々が心配すべき筋合いでもないだろう。この騒ぎが一応鎮静したのは5月のことであるが、その中旬のある日、 上門は泰造を呼んで「実は相談があるのだが」とひどく真面目に言いかけた「ざっくばらんに言ってしまうが範木の,の家は立派に再興したことでもあるし一つこの辺でお前にこの山路の家を継いでもらいたいのだがどうだろう私にですか私にこの山路家を。 つまり、婿養子になってもらいたいわけだ。上門はここで渋いような顔をした。これは、わしの意見というより、娘がそう望むので、どうしてもそうしたいとせがむので、まあ、やむを得ず相談するわけなんだが。それは困ります。それは困るんです。大蔵も真面目に首を振った。 なぜかというと、場合が場合ですから申し上げますが、私には約束したものがありまして、どうもそれを保護にするというわけには参らないのです。彼がそう言いかけたとき、襖の向こうで、わっと女の泣く声が起こり、バタバタと走り去る足音が聞こえた。ぶしつけにも立ち聞きをしていたらしい。上門の渋い顔は、 そこで和やかになり、温厚な落ち着いた微笑みが浮かんだ。いや、結構、男らしくはっきりとよく言ってくれた。これで娘も納得したであろうし、わしもわしの妻も一安心というものだ。いや、かたじけなかった。上もんとしては、しめた役逃れだ。 と叫びたたかったろうだがそれは胸にたたんで機嫌よくその縁談を打ち切った。正確に言うとそれから三日目の早朝。まだほのぐらい時刻であったが泰造はまた台所へ飛び込んだ。上門の話を聞いてからずっと彼は夜になると考え事にふけった。 昨夜などはほとんど一睡もしない。はて、どうしたわけだろう。ここまで出ているんだが、不思議だ。どうしても思い出せないというのはどうしたわけだろう。こんな独り言を言いながら、点々反則。そのうち猛烈に腹が減ってきて、どうにも忍耐ができなくなり、ふと台所で物音がするのを聞くと、 矢も盾もたまらず飛び込んでいったのである。おい、何か食わしてくれ。彼はいきなりそうどなったが、ふと見ると、そこにはすでに鶴が座って、なんと茶漬けを食べているではないか。彼は、やあ、と声を上げ、彼女の前に座って、さも愉快そうに手をこすり、さも秘密そうに目くばせをした。 やってますす、ね。ね。どうです朝の茶漬けはおつなもんでしょう。この味を知らない人間は哀れなもんですよ。おい俺にも早くしてくれ。腹が減って目がくらみそうなんだ。鶴は食べかけた茶碗と箸を持ったままじっとうつむいて黙っていた。どうしたんです今朝はひどくおとなしいが。 どこか具合でも悪いんですか構わないでください。鶴はこう叫んで目を上げた。途端にその目から涙がこぼれ落ち、その顔がくしゃくしゃになった。あなたには、わたくしなんぞ、わたくしなんぞ、あなたは、こう言いかけて喉が詰まったものか、いきなり立って、 ババタバタと台所から逃げ出していった。太蔵はあっけに取られまさしく口を開けたまま呆然とその後ろ姿を見送ったそして何か口の中でブツブツつぶやいたがやがて自分の前に善が据えられ箸と茶碗を持ってザクザクと二口ばかり書き込んだ途端、突如 と口の中の茶漬け飯を吹き出し、あっとわめき、茶碗と箸を放り出し、自分の膳と鶴の膳にけつまずき、ガチャン、ドタン、ピシリ、ダダダと、近来にない派手な物音を立てながら、待ってください。鶴さん、待ってください。言うことがあるんです。待ってください。声いっぱいにわめきわめき。 鶴の部屋へと後を追っっていったさて、作者はここで、ツルの部屋における二人の会話を紹介して、この物語を終わろうと思う。私はね、あなたにぜひ私の妻になってもらいたかったんですよ。タ蔵はこう言っている。ところがです、この家の親父がですね、私に、 この家の家になれって言うんです。実にどうも利己的と言っていいか悪賢いと言っていいかそこはあなたにも分かってもらえると思うんですが「どうして利己的なんですのどうして悪賢いんですの?」つるは泣き泣きこう言っていた「私朝の茶漬けなんて少しもおつだなんて思いやしませんわ」。 でも、いつかの朝のことが忘れられず、あの時の思い出のために、あれから毎朝、一人で茶漬けを食べながら、そっと泣いていたんですわ。恋人の面影を忍んで、お茶漬けを食べながら泣いていたという。これは愛の告白として、実に哀つなるものではないか。自然体造の言葉も、 熱を帯びてきたようだ。ありがたいです。いや、うれしいくらいです。あなたもそこまで私を思っていてくださるとすれば、私が婿養子の話を断った気持ちも分かってくださるでしょう。いいえ、わかりません。わかる道理がありませんわ。鶴はな泣きながら、 今おっしゃることが本当なら、婿養子をお断りになるわけがないじゃございませんの。これは驚いた。これはどうも。いや、待ってください。いいですか私はあなたと結婚したいんですよ。あなたと。その他の誰とも絶対にごめんです。絶対に。それをあなたはこの家の婿養子になるという。 だって、泰造様がもし私をお好きならそうしてくださるはずですわ。では、あなたは私に二重結婚をしようというわけですか？分かってますわ。わつるはますます。甘く、そして悲しげに泣く。あなたは鶴を嫌っていらっしゃるんです。泰造様は私がお嫌いなんです。 待ってくくだだささいいい泣かないでくださいもう一度言いますがね私はあなたとだけ結婚したいんですいいですかあなたの他には絶対に分かりますか絶対にあなたの他には廊下では上門がさっきの騒ぎで駆けつけたものだろう問答をそこまで聞いて首を振り 眉をしかめ不機嫌な恐ろしく渋いような顔をして絶望的に深いため息をついてそうして焦然と向こうへ去っていった。